はい、こんばんは。今日は2016年度の広域新建模試です。あ、ごめんなさい。2016年度7月かの広域新建模試です。これ生徒からちょっと頼まれたやつですけども、やってみますね。四角一番、正門集合です。問題ですね。生徒持ってるので。はい、じゃあ行きましょう。1番。3X、まあこれを計算しろと。じゃあこれを計算する。ごめんなさい。ごめんなさい。これをわーっと3積だからこうなりますね。で、ここのとこ、点火するとこうと。あとは計算してください。5x2 乗足す 4x 引く5と。で、2番。この因数分解、じゃあもう足すだけですね。3x2 乗だから3x と x。で、マイナス4だからどちらかにマイナス1、どちらかに4すればこううまいこと足してプラス 11x ができます。ですね。答え 3x 引く 1、x 足す4の積です。次。これを計算ってことはまとめた方が早いですね。こうまとめると a 足す b がこうなると。a×b がこうなると。ということで、これで、これで32、これ5ですね。32足す5で37と。これでうまいこと簡単になります。続いて4番。これは連立方程式なんで、1番の解、2番の解、それぞれ出すと、1番は x は2以下と。2番は x はマイナス5分の7以上と。ということで、共通範囲だから、こうですね。数直線で言うと。じゃあ、答え、マイナス5分の7以上、2以下が x の解です。はい。で、最後の5番は、これはね、いちいちこれ x が2分の1以上の時と2分の1未満の時でやるよりは、右辺がこれ数字、単なる数字なので、こうやった方が早いです。絶対値が3より小さいんだから、マイナス3から3の間ですね。この 2x 引く1っていうのは。で、各辺1足してください。こうなると。各辺2で割ると。答え、マイナス1小なり x 小なり2と。となります。これ意外と簡単にできました。いいですかね。はい、じゃあ以上です。